お疲れ様です。ナミさん。いつまでも若くいたいもんですよね。若くいると何がいいかっていうと、まあなんとなく気分がいいですよね。年齢を重ねていくと、まあ気分がとてつもなく悪くなるってうわけではないんですけども、まあなんと言いますかね。10代の頃のモチベーションとはちょっと変わってくるんでしょうね、きっとね。まあそれは経験と知識を増し加えて物事が分別できるようになっちゃったから、 まあ多少ですね、分別を無視した勢いっていうのが失われたと言ってもいいと思います。10代の頃ってのは無敵だっていうね、気持ちがあったりとか、何をやっても取り返しがつくと思ったりね、将来は俺はこういうふうになるんだ、私はこういうふうにするんだみたいな感じで、将来に期待することができたんですけども、そこそこ自分の人生が、うん、なんかぐるっとね、一周すると、 自分の力量を知ることになるのとあんまり無茶してもダメージが残るからなーっていう風に安全策を取るようになったりす、ね、するんですよね。まあ、それかかから、ままあ体力ってていうのは落ちてるかななと思います、かなりあの。それには抵抗していかなきゃいけませんけどもじゃあ外に出てね勢いよく自転車で走っている10代の学生さん中学生高校生見ますけどもおやっぱりね躍動感ありますよね。 じゃあ同じように自分が自転車であそこまで坂をシャーと登れるかっていうと、まあ最近はね、電動自転車みたいな、アシストみたいなのが出てるみたいですけども、まあそれでもね、自転車に乗ることすらもう最初から、あの、億くになっちゃいますよね。うん。だから便利な交通機関や車を使うようになると、あの、行動の基礎原理であった自転車、10代の頃はそれがね、基礎原理でしたからね。そういったものを使いたくなくなっちゃいますよね。 で私も自転車ねこの数年1台買ってみたんですけどもまあなかなか乗らなくなっちゃってそのうちに錆びついて廃品回収に出すみたいなね <laughs> ことになっちゃいましたねうんだから年齢を重ねるとねよしやってやろうっていう気持ちが少しずつ削がれていくような気がしますでことビジネスに関しましてはまあやらねえはいけんなっていうことでなんかケツを叩かれるように行動するんですけども好奇心のままにやることってのはだいぶ減ってきたかなと思いますよね やるにしても本当たまにになっちゃったりとか仕事が忙しいからとかね体調が優れないからっていうところでどうしても二の足を踏むのかなっていうところがあると思いますどうですかね若い頃は体調が悪くてもなんかある意味無理無茶無謀ができたのかなっていうところがありますけどねなんかそんなことを思い出しながら昨日は髪を染めてきまして見た目だけでもね若くいたいなと思うわけでございます今年52歳小野田さんも54歳になってね 小野崎さんが還暦を迎えることなんてねあるんでしょうかと思いますけど <laughs> 楽しみにその時をね待っていようかと思いますそれでは本日もよろしくお願いします